ケメンです、金太郎さん。もうイケメンが好きなのね。イケメンが、もちろんイケメンのエネルギーを担当させて。やったー、イケメンがエネルギーを吸い取って生きてますので、はい、イケメンヒーリングミュージック館、ミュージック、音楽家の山岡勝人さん、お願いいたします。どうも。いやー、今、イケメンだー。イケメンですよね。はい、はい、イケメンの山岡勝人さんはヒーリング音楽家ということですが、まあヒーリングといえば人を癒す音楽、その潜在能力を高める、自然治癒力を高める音楽ですね、はい、今話題の流行っておりますが、そしてなんとあの即興でですね、1分間ほどのお時間をいただければ、その人に最も合ったヒーリングミュージックを作れるというスタイル。すごいじゃないですか。はい、神業ですよ。神じゃないですか。今日はお二方と、はい、はい、あー、やっイメージを、はい、え、僕も思い浮かべてヒーリングミュージックの即興演奏いたします。実は今日は電子ピアノをね、ご持参いただいてるんです。そうです、はい、そう、電子ピアノのお仕事をね、すごく私は楽しみにしておりますから。うわ、楽しみですね、はい、笑顔もいいし、よかった。爽やかですよね、もう、うん、そうです、あの、展開とつながってね、そのまま作るっていうね、はい、うん、いや、ヒーリングミュージックと僕は宮下美穂さんが親友だった、はい、もう昔ね、うん、で、それでね、いろいろもうあちこち試しましたよ。だから、思い出しましたよ。忘れてましたけどね。はい、ということで、そんな山岡さんですが、はい、まあ、実際ヒーリングミュージックをあの作成されてた去年からですが、音楽の仕事はもうずっと長い間になっていらっしゃるんですよね。そうですね、はい、大学卒業してから。大学卒業してから。それまでは、まあ、例えば小学校の頃の夢だとか何だったんですか。やっぱり音楽家ですか。そうですね、小学校の時はまあ音楽家でして、はい、はい、で、はい、で、その前幼稚園の時は、はい、音楽とは無関係、無関係、医者になりたかったんですよ。なんで医者なんですか。はい、あの注射が、はい、あの好きで、はい、いないですよね。そうなんですよ。注射が好きっていないですよ。聞いた、はい、みんな怖がって逃げるじゃないですか。そうなんですよ。なんですか、はい、なんで好きだったんですか、注射が。あの注射をしてるお医者さんが、うん、なんかすごい、はい、かっこいいし憧れるんで、やってもらって痛いでしょ。痛かったら、まあ、痛くないんですか。まあ、痛いんですけれども、うん、はい、なんか血管とか見つかないと、もうずれたりすると、なんかキャリアグニョグニョっていって、さらに痛くないですか。ああ、そこまでちょっと細かいことは、はい、なるほど、はい、注射する人が好きですね。注射する人が憧れだってことですね。はい、すごい、はい、初めて聞きましたね。子供みんな嫌がりますもんね。嫌がります、ね、はい、うん、大嫌いでしたね。いやー、すごいな。でも、よくわかります。でも、本当に繋がってますよね。人を癒す仕事で、今も人を癒す仕事ですから。そうですね、はい、そうですよね。でそこでなんか途中でなんであのお医者さんからなんか変わったわけでしょ。音楽を受けるなんか、もともと私あのピアノやってまして。あ、小さい時に。はい、そうなんです。はい、で、はい、昔なんか皆さん子供にこう上層教育でピアノを習うことでっていうことありましたよね、うん、それで、はい、何しようと思うんですか。そうですね、まあ、はい、はい、まあ気づいたらもうピアノをなんか触ってて、はい、でそこからなピアノを習うようになりまして。気づいたらピアノ触っていたってすごいですよね。うちにピアノがあって。じゃあもう何歳というか、3歳と4歳とか、そのまあ3つですね。あ、3歳とか、すごい。すごいですね、じゃあね、歴史が長い。歴史が長いです。長いです。そうか、それでもご両親がもうこの子はピアノの天才になるんじゃないかなって。ああ、そこまでは。はい、小学校がまあ音楽系の学校なんですよ。すね、はい、小学校と一貫して音楽系の小学校に。そう、国立。え、まあ、国立音楽大学だよ、ね。すごい。ああ、じゃあもう全部大学まで。はい、そうですね、はい。じゃあもう逃げられないよ。ずっと行かなきゃいけないじゃないですか。まあそうですね。ずっと、まあ、国立音楽大学に行くことが、まあ、夢でして。はい、夢になってたんですね。はい、行って、そこの中でやっぱり変わらなかったですか。他がいいとか、そういうの全部なかったですか。夢、希望とかそういうのは。特にはなかったですね。意外とまっすぐ行く方なんですね。スッて行く方。そうですね。まっすぐしかなかったですね。好きなことを一筋に、もう3歳の時にピアノを触って、小学校の時に、はい、音楽を夢見て、ずっと大学まで一筋に行ったわけですよ。はい、そうですね。大学生時代になんかこう他に帰りたいとか、そういうのを普通お声ずっとやってると、はい、なんか凍りそうな感じなかったですか。そういうのなかったですね。あ、すごいな。幸せなことですよね。もう一番やりたいことに早く巡り合えたっていうことは。そうですね。そこから、はい、ヒーリングとかスピリチュアル興味を持たれたのはいつぐらいからですか。
あの高校3年の時にですね、はいはいはい、あのアンドレ・ギャニオンというですね、はい、あのカナダ出身のピアニスト兼作曲家がおりまして、はいはい、でそのアンドレ・ギャニオンさん の, あのアルバムを、はい、あの聴いて感動しました、はい、そこから、でそこからはい、はい、もともとアンドレ・ギャニオンさんはあの、はい、ヒーリングミュージックをあの、はいね、たくさんあの作曲されてる方でございまして、はい、はいでそれにあの憧れまして、はい、そうなんですね。じゃあ大学の中でもそれやってらっしゃるんですけど、大学あの作曲やっておりまして、はい、作曲も、はい、で作曲とかいろいろ、じゃあ曲いっぱい作ったわけですよね。そうですね、はい、なるほど。じゃあ大学を卒業したらこれどうなんかどう職業なんかつかなきゃいけないですよね。あの音楽、は混声合唱団を、はい、あの指揮しておりまして、はい、学生時代からそれは、まあ学生の頃から指揮者 の, あの勉強をしてまして、はい、で卒業後、まあ、とある混声合唱団なんですけれども、はい、はい、まあ、そこで、合唱指揮者として、はいはい、活動してまして、まあはい、アルバイトをしながらなんですけれども、音楽家ってみんなね、みんなこう高いお金を出して学校行くんだけど、みんな来ていけないですよ、みんなね。そうですよね。みんななかなか来ていけないですよね。そういう道がなかなかないですよね。でそれでバイト結構ずっと続けたんですよ、はい、それバイトしながらっていうのは。まあ それなりに、はい、はい、あ、それからなんか天気があってなんか変わったことってありますか。天気は、まあ、指揮者だけじゃなくて他もなんか、まあ、他に、まあ、単独で、コンサート開いたり、はいはい、まあ、他の音楽家と、まあ、一緒にまあコラボしたりとか、はい、まあ、音楽活動は指揮者の他にもですね、はい、まあ、ピアノも歌もやってまして、はい、歌もですか、はい、そうなんです、オペラも、音楽に関係、はい、オペラ、はい、音楽に関係全部やってたもんね。そうそう、もう全ジャンルすごいですね、はい、すごいですね、はい、オペラからヒーリングからまで全ジャンルを出さってたことですから、はい、ヒーリング音楽を即興で作るときは、はい、その人個人に最も合った音楽を作られるという話が分かったんですが、はい、どうやって分かるんですか。降りてくれるのがあるんですか。あります、はい、なんで降りてるようになるの、なんかきっかけあるんですか。もう食感ですね、まあ、イメージ、はい、まあ、こういった、まあ、性格だとか、はい、あとは、まあ、服装とかも見たりとか、はい、上に冷えたらいいかな、はい、まあ、いろんな、はい、やっぱり芸術家ってそうなんです。感性というのは神の世界だから、だから神の世界を持ってないと芸術家になれないから、そこなんですよね。イメージっていうのは神、はい、の世界だから、そこなんですよね、うん、そこはどん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 やることで磨かれるから、うん、もう一瞬で、うん、ああ、ね、一瞬ですよね、はい、うん、なるほどですね。あ、そこでパッと見て作れるわけですよね、うん、ね、3世界横やってるのピアノ、はい、もう一瞬で音でも何でももう見ないでも分かるぐらいなりますよね。すごい、うん、ということで、そして今はどういうことを思いなさいと。そうですね、音楽の仕事をしながら、はい、ヒーリングミュージックの、はい、音楽活動を、はいはい、してます、はい、音楽活動をしながらヒーリングミュージックですね。そうですね、もう結構負けたりしてますね、はい、うん、でも普通の音楽っていうのはもういろいろ組んで、コンサートやったりいろいろされてるわけですね。そうですね、はい、ヒーリングミュージックに関してはどうなんですか。自分でいろいろ作詞作曲をそれ今日されてるってことですか。はい、そうですね、作曲して、はい、はいで、その、なんか特別な、なんかあるんですけど、なんか特別な、その、作ったもので、こういうのはちょっと他に負けないよな、ってないよな、っていうの、まあ、もう全曲、もう自信持ってますから。すごい、すごいな。すごい、もっともあった音楽を作るわけですか。はい、本当、オンリーワンの曲ですよね。はい、そうか、たった一つの、もうその人に最もあった曲っていうことですよ、ね。はい、でもそれがなかなかね、そんな作れないよね、普通は。そうですよ、すごいな。実際、生岡さんの音楽を聴いて、はい、なんか、まあ、暗い人が明るくなったとか、はい、ちょっと病気が、まあ、体調悪いとか治ったよかなみたいな声とかありますか。もうたくさんのご感想を、はい、ですね、自分のすごいね、はい、その人このオーダーメイドだから、そうですよ、ね、そのお金いっぱいもらうのすごく、すごい高いじゃないですか。確かに。1曲どれぐらい作ってらっしゃるんですか。そうですね、
まあまだちょっと、ね、値段設定してないんですけども、これからですね、ちょっと有料で、はい、やらせていただきます。ああ今から、はい、皆さん、じゃあ皆さん頼んでくださいね。音楽を聴いて、はい、みんなが世界中が注文しますから、はい、自分の音楽を ね、 ここ ね、 ね、欲しい人、はい、皆さん会場で、はい、欲しい人は自分で、わあ、世界中の人、ほら見て、テレビ見てよ、みんな手を挙げてますよ。あ、ありがとうございます。100万人、どうしますか、どうしますか、すごいな、忙しくなりますよ。あ、本当ですか。ということで、はい、時間をちょっと2曲はどれぐらい、何分ぐらいの、はい、じゃあ今1分で、じゃあ私と金太郎さんにぴったりの音楽をこれから、はいはい、今日はまあ電子ピアノもね、大変だったと思うんですけど、ご持参いただいておりまして、はい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 、じゃあこちらお願いします。あ、ありがとうございます、はい、天使に変わりましたから。あ、じゃあ金太郎ですね。金太郎さんです。はい、はい、ありがとうございます。金太郎ですから皆さん。はい。キラキラです。あ、キラキラやった、はい、じゃあ、うん、うん、だから、うん、まあ、あとね、あと何分か、まあ、時間が空いてるから、一人、会場から一人選んでやりましょうか、誰か。はい。じゃあ、一人、はい、はい、やってもらいたい人。はい、おぉ、じゃあ、手がちょっと顔だけ出してくださいね。はい、はい、はい。ちょっと急いでください、時間がないので、ちょっと顔だけ出してください。はい、はい。じゃあ、皆さん、顔ね。名前とあれを言ってください、この名前。名前と、はい、言ってください。はい、向かって、はい。名前ちょっと、ここ顔をちょっと一応引きにして、はい、座ってもらって。久保川淳です。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日変わってくださいね、名前ね。ここ、音楽終わりまちょっと行きましょう。あ、はい。はい、イメージ、はい、着きました。はい。はい、thank you.
すごい綺麗な曲に仕上げてすごい、さっき難しい顔したの天使になりましたよ。いやーこの地球上のあれを全部変えますよこれね、天使の星に変えた星にすごいなぁ。ありがとうございます。ありがとうございます。わからみんなね、よくじゃないですかね。いやということで、はい、はかなり先ですけれども、6月2日土曜日、あけぼの橋のアイカフェというところでですね、はい、まあ、ヒーリングミュージックのコンサートをします、会場が、1時からで、開演が2時からです。2時から4時、2時間のコンサートになります。その後ですね、4時から、6時まで、懇親会が、あります。料金ですけれども、ミュージックチャージは、5000円、そして、お菓子とあのお茶代がついて500円、合わせて5500円、そして、懇親会代があの2000円かかります。はい、あのお菓子はね、あのお茶もちゃんとついて、はい、お菓子のお茶ついて、安心に行われたんですよ。はい、行きたい人は手挙げてください。はい、あ、みんな手挙げた。ありがとうございます。うん、なりました。じゃあ、ちょっと時間です。あとね、はい、あの原宿テレビを見て、スタジオを見て、はい、1分でちょっと、はい、作ってもらいます。原宿テレビ。はい、拍手。原宿テレビ。はい、撮ってください。素晴らしかったですね。みんながね、キラキラ輝いてきましたよ。